ろいろな音色を奏でています。森の熊さんの曲に乗せてそれぞれの楽器を紹介します。音色や特徴をお楽しみください。まずは楽器が木で作ってある木管楽器から聞いてください。最初はフルートです。小鳥のような優雅で透き通った高い音がします。小鳥のおしゃべりのような森の熊さんをお聞きください。次はクラリネットです。クラリネットは柔らかいビロードのような音がします。小さく高い音の出るクラリネットから大きく低い音の出るクラリネットまであります。優雅なワルツ風の森の熊さんをお聞きください。次はオーボエです。オーボエは明るくはっきりとした音が出ます。また表情豊かな旋律やエキゾチックな曲がよく似合います。アラビア風な森のクマさんをお聞きください。次はファゴットです。木の温かい音が出ます。またどこかおどけた感じの曲も似合います。リンゴ追い分け風の森のクマさんをお聞きください。次はサックスです。金色に輝くサックスはとてもおしゃれな音がします。ソプラノ、アルト、テナー、バリトンなどいろいろな大きさが揃っています。甘い音色でロマンティックな森のクマさんをお聞きください。いよいよ金管楽器の紹介です。楽器が金属でできているので金管楽器と言います。まずはトロンボーンです。トロンボーンはスライドと呼ばれる部分を伸ばしたり縮めたりして音程を変えます。
どんな風に音を変えて演奏するのかよく見ていてください。西部劇風の森のくまさん、お聞きください。次はホルンです。ホルンは昔狩りに使っていた楽器で、ベルが後ろに向いているのが特徴です。柔らかく雄大な曲が似合います。また行進曲などではんぱんぱと後打ちが得意です。歯切れの良い単語風の森のくまさんをお聞きください。次はユーフォニアムです。ユーフォニアムは太くて柔らかい音色が特徴です。吹奏楽では旋律を受け持つことも多く、表情豊かな旋律がよく似合います。演歌風の森のくまさんをお聞きください。次はチューバとコントラバスです。大きくて低い音が出ます。吹奏楽では縁の下の力持ち、吹奏楽の響きを下から支えてくれるなくてはならない存在です。のんびりと昼寝をしているような森のくまさんをお聞きください。次はトランペットです。トランペットは金管楽器の中では一番高い音で、明るくキラキラ輝く音を出します。ジャズ風の森のくまさんをお聞きください。次は打楽器です。打楽器は楽器を叩いて音を出します。打楽器は紹介しきれないくらいの、とてもたくさんの種類があります。今日はシロフォン、マリンバ、スネアドラムの音でラグタイム風の森のくまさんをお聞きください。
これで今日皆さんに聴いていただくすべての楽器を紹介しました。そしてすべてのいろいろな音の楽器が協力し合って吹奏楽の響きを作り上げています。それではすべての楽器で奏でる吹奏楽の響きをお楽しみください。ありがとうございました。